元タレントの坂口安里さんが18日、インスタグラムのストーリーズを更新。元フィギュアスケート女子日本代表でタレントとしても活躍する安藤美姫との笑顔の2ショット写真を投稿した。総合格闘家の朝倉未来がスペシャルアドバイザーを務め、1分間最強を決める格闘技大会、ブレイキングダウン後に来場し、リングにも上がって盛り上げた坂口さん。木下ゆきならとメインリポーターの一人を務めた安藤は、胸元が大胆に開いた真っ赤なドレス姿で、坂口は、安藤美姫さん昔、番組でご一緒になった時もすんばらしく優しく素敵で綺麗な方で、とてもお話しやすい方で、お久しぶりでしたけど、何も変わらず優しいなぁ、見習わないとなぁ、と綴った。